トの皆さん、こんばんは。今週はよく頑張ったでしょう。一番頑張ったのは誰？はーい、毎日よく練習しているピアノの先生だ。誰？レモンちゃん。もちろんマキ先生に決まってるわよね。だって毎日毎日いろんな曲も弾いてるし、毎日一番よく頑張ってるよ。にゃー、そうだそうだ、まったくだ。子供たちもとっても、夏休みは水遊びにプール、お出かけ、無理をしないでリラックマしてにゃ。バッハさん、バッハさんとはバロックの時代の作曲家でござる。ヨハン・セバスチャン・バッハ。バッハにもいろんな作品もありますが、今日は8番お届けいたしまーす。の後に丸×いろんなことを書いてくれますが、子供たちは実に遊びが大好き。なんと先生のノートも真っ赤っか。ドレミの音名で歌うこと、読む、書く、これが読譜力アップのコツでございますが、音楽は楽しむことが一番です。こうしなさい、ああしなさいと人から言われてやるようではなかなか、何でもなかなか身につかないのが現状です。自分から進んで鍵盤に触れてくれるためには、自分が好きなこと、興味のあることをやることです。好きな曲だったら練習するわ。
弾いてみたい曲を勉強編に弾かせてあげることも大切になってきます。特に平音記号む難しい、ドクフが難しいとお悩みのあなたは、ゆっくりドレミで一緒に音を読む、書くことでどんどん読譜力も聞く能力もアップします。ゆっくり少しずつできることから始めてみてくださいね。先生もミスや間違いがあります。マイナス5点でバッハインベンション第8番を久しぶりにお届けいたしました。それではまた。毎日絶好調ドレミファチビクロ散歩。いろんな時代の作品もバランスよく経験し、読譜力のアップ、初見力のアップがピアノ上達につながりますが、ゆったりリラックマリラックマ、お客様肩が凝っておるようですね。お思いいたしましょうか。なんだか先生も肩が凝るわ。背後霊がついてるのかしら。リングの貞子がお届けいたしましたと。さあバイバイ。起死回生一期一会ちょっと申し、のあるたかは爪を研ぐ、トンビに油け、トンビは実に悪かしこい鳥でございます。カラスも狡猾、いつもなんかおいしい獲物がないかな、いつも渡りを伺っておりますが、のあるたかは爪を研ぐ、なんかおいしいもんないかな、なんか面白いこと思いついたのだなと。遊びながら学ぶことも大切です。それではだるまさんからだ、じゃんけんぽん、ぐりこ、あじゃんけんぽん、あじよこ